エルザ・スキャパレッリ。エルザ・スキャパレッリは、イタリア・ローマ生まれの女性ファッションデザイナー。スキャパレリの創始者。1930年代、40年代最も、精力的に創作活動を行ったクチュリエル。その個性的なデザインは、イタリアやフランスだけではなく、アメリカでも人気となり、一躍ファッションの中心人物となった。その大胆なデザインにはファンが多く、ブロードショルダー。 外骨模様を入れたアバンギャルドなセーター、刺激的なショッキングピンクなどの時代を卓越したアイデアで、その評価を高めていった。1890年、ローマコルシーニ偶グ在住の裕福な家庭に生まれる。父は、王立図書館長も務めた東洋語学者、母は、貴族階級出身だった。しかし、父は家庭に関心がなく、母は思った通りの要望に育たなかったエルザを言っとい。 寂しい幼少期を過ごした。ただ、研究熱心だった父のために家には、書籍や、世界中の珍しい物品が溢れており、エルザの想像力はそれらによって鍛えられた。1914年、ロンドンに留学した時に、無名の新地学とケルロル伯爵の新地学の講義を受ける機会があり、その後二人で話し、翌朝婚約した。夫の仕事の関係で、ニューヨークに移住。 カズメを設けるもの、の、オカルトへの興味は一時的なものであり、アメリカの自由な雰囲気に惹かれ、エルザは次第に夫と不和となり、離婚に至る。その後、子供の養育費を稼ぐためファッション関係のバイヤーになり、パリに移住。そこで友人のために作った洋服が、ポール・ポワレの目に留まり、彼の支援を得てファッションデザイナーに転じた。百二十五年に店を開き、 1927年に初めてのコレクションを発表。1930年には自身の名を冠したブティックをオープン。エルザは縫製の経験はなかったが、幼い頃から鍛えてきたセンスを活かし、幾何学模様の生地を使う、セーターに騙し絵のテクニックを使った模様をつける、とそれまでの服飾業界では考えられなかったアイデアを連発。 アメリカからも注文が入るなど次第に頭角を表していく。当時流行していた前衛芸術やシュールレアリズムを服飾に取り入れたエルザの感性にはサルバドールダリア、ジャンコクトーなど当時の著名な芸術家との交友から生まれたコラボ作品であるドレス、帽子、アクセサリー等も制作され、それらは熱狂的にファッション雑誌や顧客に支持された。一方、 この当時大流行したココシャネルに代表される男性風のデザインやモノトーンの色彩は好みでなかったらしくウエストを強調するデザインやショッキングピンクといった派手な色合いを提案したこのためシャネルはエルザをライバル視しており二人の中について様々な噂が流れ1930年代に開催されたあるパーティーでシャネルが エルザのドレスに、ろうそくの火を近づけて、その一部を燃やした、などという心理不明のゴシップも流れた。前例のない派手なシルエットと、鮮やかな色彩で彩られた衣装は、第一次世界大戦後に急増した、アメリカの富裕層に支持され、ハリウッド映画の服飾デザインも多く手掛け、当時の大スターであるグレタ・ガルボ、ジョーン・クルフォード、メイウエストなどが、 エルザの衣装を着用し花々しく銀幕を飾り、1930年代の二人のファッション構想はヨーロッパでもアメリカでもエルザがシャネルに勝利した。ライバルとの競争に疲れたシャネルは第二次世界大戦を機にメゾンを閉店し、ファッション業界を引退した。そして安全な中立国のスイスに移住し、香水事業だけで生計を立てることになった。 一方エルザも第二次世界大戦勃発後戦場となったヨーロッパを去り、顧客の多かったアメリカのニューヨークに一旦移住し、フランスとアメリカの間を頻繁に行き来していた。そのためアメリカの情報機関からはスパイではないかと疑われていた。戦争中はシャネルと同様にファッションビジネスから引退し、アメリカ滞在中は ニューヨークのフランス旧世軍の手伝いや看護助手をして過ごした。戦争の終わった1945年に再びパリに戻りメゾンを再開したが、戦争中はアメリカでは全くファッションビジネスに携わっていなかったためファッションの流行に疎い状態であったこと。クリスチャン・ディオールなど若手デザイナーの台頭。対戦中は BC 政権とつながりがあったこと。 ニューヨークでは、事前活動をしていない時は、香水の売上金で気ままな生活をしていたこと、アメリカに移住していたことが、適前逃亡とみなされたことなどを背景に売上は、伸びず、1954年のコレクションを最後にメゾンを閉鎖、以後はイントン生活を送った。1973年、パリで死去。1920年代から1930年代に、かけて、 女性のファッションに新風を吹き込み、現代に続く流れを作った功績は大きい。しかし、ライバルのシャネルに比べて知名度は低く、その業績もファッション業界でも長く渦漏れていた。が、近年見直しが進み、2013年には彼女の名前を冠したブランドが再スタートした。彼女のメゾンで修行したピエール・カルダン、ユベール・ジバンシーは世界的に有名なファッションデザイナーとなった。 ありがとうございます。